横山和生騎手、お手馬だった牛場テソーロが川田優雅騎手でドバイワールドカップ制覇となりましたが、ご自身も決して馬場を引いたわけではなくて、タイトルホルダーで日経賞制覇、天皇賞春につながるレースでした。やっぱりね、タイトルホルダーっていう馬で自身のキャリア変わってますんでね、こっちを選んだのかなっていう認識ですけれども、ウィンマリンで横山武史騎手がね、ジョッキーキャリア変えたみたいに、一頭の馬との出会いでワンチャンゲットするジョッキーってのはやっぱいますよね。そういう意味でね、三浦康生騎手、やっぱギルデッドミラーフェブラリーステークス乗せてあげたかったなってファンとして思うわけなんですよね。ウィンカーネリアンでドバイ参戦して、今回残念でしたけども、幸運を呼び寄せるウィンの馬でね、三浦康生騎手まだまだワンチャンあると思ってるんで、確変です、続いてますんで、三浦康生騎手ウィンカーネリアン乗り換えられなかったことが何よりの結果を残してると思って、ウィンカーネリアンで勝ってほしい。